しょ。皆さん、こんばんは。この大量な洋服があるお部屋からお届けしてます。水の床チャンネルです。今日はですね、ゴールデンウィーク何しようかなと思って、自分の洋服の断捨離始めようと思ったら、もうこんなカオスな状況になってしまいました。ほんとやばい。全部服、この服の山。ね、私の体一つでどんだけ洋服着るんだっていう感じなんですけど、まあ、これでオールシーズンのもの全部今出しました。とね、久しぶりにね、このね、こんまりさんの人生がときめく片付けの魔法を久しぶりに読み返してて、そうだ、引っ越しもするし、新居が建ったら綺麗に暮らしたいからしっかり断捨離しようと思って、もうね、家中の自分の服を出したらね、もうこんなですよ、こんなすごい。なのでね、今日は終わんのかな、この洋服たちをとにかくときめくものとときめかないものに分けて戻していって、いらないなって、ときめかないなって思った服は家族とか友達にあげたりとか、あとは古着屋さんに出すか、リサイクルに出すか、フリマ、メルカリ、なんかわかんないんですけど、とりあえずそれを分けてって仕分けしていこうと思います。ちょっとね、マタニティ服とかも結構あったから、その辺はね、まあ、そこもそれで分けていこうと思います。とりあえず子供たちとパパがいない間に頑張ります。よっしゃー、頑張ろう。始めよう。はい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 。洋服をまず叩き起こして、一応出す時になんとなく分けたんですけども、最後は山になっちゃったからね、コートから行くか。うわ、ダメだ、上から行こう。これはね、太って見えちゃったから、これはあげる。あ、アーバンリリーのトップス、あ、これ授乳服に良さそうだな。これはステイにしよう。こういうね、ボタン付きね、いいんですよ。授乳ママには神。あ、これはもうめちゃくちゃお世話になったマタニティパンツ。はい、これは私は手に切れないから。T シャツ、T シャツはどうしても夏場に大好きで着るし、綺麗だからこれはステイ。え、これ形綺麗なんだな。シミもないし、これがステイだ。白 T 大好きだな。白 T だらけ。あ、これはレイヤードする、レイヤードする。よいしょ。あ、これお気に入りの T シャツ、これもザラのお気に入りの T シャツ。あ、今季のシワになってほしくないからかけようかな。かける、かける。最近ゲットしてかわいい。春ってこういうのね、かわいいよね。大好き。これ何年も着てるけど本当に好き。今年もね、白レース春流行ってるからいいと思います。かわいい。よいしょ。はい、断捨離してたらね、新しいね、ワンピースが届きました。かわいい。最近めちゃくちゃハマってるジュリエコンフォートのワンピースです。かわいい。ちょっとパワショル風のパフスリーブになってて、かわいい。で、このスリーブとかも超かわいい。ゴム、これ何に合わせたいかな。冬帽子でもいいのかな、どうかな。やっぱ洋服ね、テンション上がるよね。
色もすごいいい感じ、大人の落ち着きベージュ。よし、うん、でもテンション上がった。やっぱ洋服楽しいんだよな今回。よいしょ、まだ全部捨てるかは決まってないんですけど、仕分けしたものこんだけありました。お気に入りだけど着心地が悪いものだったり、すごい気に入ってたけどシミが入ってたりとか毛玉がついてたりとか、そういうものも高校に入ってます。あとマタニティウェアね。でちょっと悩んでるのも何個かあるので、こっから全部ちょっと試着して自分で最終判別していきたいと思います。でもね、こんまりさんも言ってたんですけど、断髪はでも一気に祭りみたいに進めることがいいらしいので、今日中にね決めてっちゃうと思います。いやー頑張った。やっと仕分けが終わりました。こんだけのねお洋服をね手放すことになりました。こっちはねお友達が喜びそうだなって思うお洋服をちょっと友達別で分けてあげようかなって思っているものと、こっちがね残念ながらね私が今回手放そうと決めたお洋服たちです。これ45リットルのゴミ袋にもうこんなにパンパンになるぐらい入ってます。でね、これをね捨てるのはね、なんかちょっとねやっぱり罪悪感があるなと思って、本当他の YouTuber さんってどうしてんだろうと思って、断髪でね調べたら、佐々木あさひさんと関根梨沙さんがやっている古着でワクチンっていうのに私気になりまして、ちょっとそれをねやることにしました。それがね一口3300円でお金はかかるんですけど、専用のキットの袋が、大きい袋、多分これ入るんじゃないかなってぐらいの大きい袋が一つ入っていて、着払い伝票もついてます。でその袋にこの古着を詰めて専用の宅配業者さんにピックアップしてもらうだけで、簡単にねこのねお洋服を全部手放して部屋がすっきりする上に、このお洋服をちゃんと再利用してくれるそうです。しかも古着でワクチンの専用回収キットを一口頼むごとに5人のねポリオワクチンが寄付されるそうです。なんかそれってすごいいいなと思って、ちょっとね今回試してみようと思います。でね、本当にさっき頼んだのでまだ袋は届いてないんですけど、袋に詰めて送ろうと思ってます。これで完了です。すごい重さと量なので玄関で入れた方がいいっていうのが分かりました。これをね古着でワクチンしようと思います。ほんとねこれをね海外とかに、発展途上国とかで安くね売って、またさらにそれをワクチンにしてくれるみたいです。なのでね今回はね本当にたくさんのお洋服を手放すことになったんですけど、ちょっとねやっぱお部屋がすっきりしてすっごい嬉しいです。何のお洋服が今自分のクローゼットにあるのかしっかり分かったので、授乳ママの1週間コーデとかコーディネートのね企画やろうかなと思ってるので、またね近々ファッションの動画も楽しみに待っていてください。では今日の水のゆかチャンネル、いかがだったでしょうか。ちょっとね今まで断髪とかやったことなかったんですけど、この動画を見て私もちょっと掃除しようとか思ってくれたら嬉しいなと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。